はい、どうも皆さんこんにちは。ゆうと放送局のゆうとでございます。皆さんお久しぶりでございます。確か6月にね、このメインチャンネル、サブチャンネルともに6月に動画を上げて、まあ、それっきり何も更新がないまま8月になってしまいました。で、まあ、今日からまたね、ここで再開したいとこだったんですが、皆さんにね、突然ではあるんですけど、本当申し訳ないんですけども、伝えなきゃいけないことがございます。でそれは何かというと、この動画をもってですね、鉄道模型の活動、そしてこのメインチャンネル、を終了させていただきます。で過去にもなんかこんなやめますみたいな、そんな雰囲気のね、動画を出したことがあるんですけど、よくないですけど、でそれは完全に、まあ、ネタ動画でございまして、まあ、ネタみたいな感じであったんですけど、今回はこれはネタとか釣りとかではございません。なんでね、こんだけやってきた、鉄道模型をやめることになったかっていうことなんですけど、まあ、ちょっと一つのやめるってなった理由が一つではなくてたくさんあるんですけど、ほとんどちょっと YouTube というかネットではあんまりお話しできるような内容ではないので、ちょっと申し訳ないですけど、あんまり言えないですね。で言えるものとしては、まあちょっとですね、ここ数ヶ月でちょっと生活とかいろいろ今までのちょっと環境と変わってしまいまして、ちょっと時間が、本当に時間と余裕が、この YouTube をやってるですね、時間と余裕がなくなってしまったっていうのがありますね。まあ、このメインチャンネルは特に鉄道模型の動画をメインで上げていましたけど、まあ、その動画を撮ったりとか、それを編集したりとか、で割とメインチャンネルの場合は尺がね、長い動画も多かったと思うんですけど、結構本当に私の編集する作業の効率が悪いっていうのは、なかなか一本の動画を作るのにね、すごく時間が今、ね、かかってたんですけど、ちょっと今ね、それをやってる時間も本当にないっていうのと、鉄道模型自体もですね、ちょっとこう遊んでるというか、鉄道模型をこう何か作るとか、そういうちょっと今余裕もね、正直なくなってしまいましたね。はい、まあ、理由はもちろんさっきも言ったんですけど、それ以外にもいろいろ大きい理由はあるんですけども、ちょっとそれはお話できないので申し訳ないです。まあ何を話したらいいかちょっとね、まあ、全然まとまってないまま撮ってしまって申し訳ないですけど、もうすぐでこのチャンネルも本当ありがたいことにね、チャンネル登録者数が4万に近づいてるところであったんで、頑張れよってねところだったんですけど、確かねこのチャンネル2012年にチャンネルを作って、で最初はトミカとかプラレールとかラジコンとか、そういった動画を上げていましたね。である時に、Nゲージを急に始めて、でそっからね今に至るわけなんですけど、まあ最終的にはこの多分 Nゲージ、鉄道模型が好きな方がたくさんね、見てくれるようになって、それでね、本当にいろんな動画を出させていただきました。本当にね、多分11年間ですかね、まあ、このチャンネル、メインチャンネルは多分11年間やってたことになるんですけど、本当に11年間ねありがとうございました。日焼けはもう実に見えますが、今日はトイザースに行って買ったものを紹介します。ヴィンテージのトヨタコロナです。こちらの貼り紙ですね、スカイライン、ただの黒いスカイラインです。返して、何が入ってる、あれ、あれ、何それ、ボビボビ、やばすげえ、なんで、ええ、ちょっと待って、うわ、早っ早っ、やばいもん買ってしまいました。来たー、やっぱり意外とちっちゃい、意外とちっちゃい、深い、あ
これ八尾田急さんの221系です、はい、とても滑らかです、はい、なかなかいいですね。あ、止まっちゃった。危ねえ。おいおい、マジか。土砂崩れが発生しましたここに置いてあったからタイミング悪いな。じゃんここです。僕ね、ここの角度が好きなんですよ。この伏線感覚がこう広がるところですね。今回から顔出しということになりました。あのですね、ディズニーランド、お金貯めて行った方がいいと思います。終わります。次は湯河原。湯河原です。湯河原ちゃいます。あらー、うわっ、やったね。終わったよ。陽介さん、どうですか感想。楽しい。楽しかったね。チャンネル登録者数が1万人を、突破したという VSE、MSE、はい、ここを打球戦のシリーズ。ここからちょっと JR に入っていきます。誰かお前だよ、お前だよ。電車切る。あはやヒカキみたいに、ヒカキみたいに。じゃーん、こちらです。こんな感じで映ってますか。ダメだこれじゃ。まあ僕ちょっと YouTube をね、まあ YouTube をやめるって、やめるというか、まあそういうかんね、こうあのタイトルになってしまいましたけども、実はですね、私はやめません。まだやめませんよ。まだっつったらなんかあれですけど、今んとこやめません。横風さんの動画を見てくださーい。です。お出口は左側です。重大発表があります。こんなメッセージもいただきました。申し訳ないんですけど、なんと引退するわけではありません。はい、ご安心ください。私のチャンネル名を変えます。改名します。ユート放送局になります。もう全然違う、全然違うよね。雑誌に載りました。12月の25日発売って書いてあるので。下がれっつってんのかい。うるせえよ、うるせえよ。この電車見ての通りボディがございません。ボディがございません。なんか当たり前のように言ってるけど、やばいからな、それ。もう頭いく。だから今持ってるんだよ。いや、なんか話噛み合ってないでしょ。俺の前乗ったけど、ああいう変なカオスだしたけど、ね、なんだっけ、あの24秒の。呼吸それで通過中です。ご注意ください。あ、めっちゃいい香り。うまい。おー、ちょっと言っちゃった。とんでもないことを言いたいと思いますので、皆さん覚悟して聞いてください。自宅レイアウト、廃止でございます。じゃじゃーん。どうですか。まあ、まだ完成してないのでね。でれーん。はい、見てください。あ、じゃあそれじゃあ今からですね。いやー楽しいねこれ。JR 横須賀線の東戸塚駅になります。今日はい、いい感じですよね。とても安定した走りでいい感じ。何でも何でも全く余裕。走らせますか。ハロー YouTube。 何かちょっと待ってください。これサードチャンネル行きやな。はい、今日はですね、皆様に重大な発表お知らせがございます。解体いたします。伏線のレイアウトにしようかなと考えております。ここでね、スマホで動画を撮ったりとか、そしてアルコール消毒、おー、ちゃんとやりましょう。うわ、すげー出るな。ちょっとすごいね。早速ね、でっかいジオラマがありました。買うか買わないかで悩んでたら10分後売り切れてしまいました。
うわぁ、悔しい。やっぱり買っときゃよかった。買えばよかったよ。ということで、おぉ、いいじゃん。完成しました。やっほー。かっこよすぎて、くそー。結構ぐしゃぐしゃになっちゃうんでね。あ、美味しい。おお、あぶね、3-2-3-2こぼさないようにしなきゃ。あ、美味しい。ということで、すいません、あの本当はもっといろんなね話をしたかったんですけども、ちょっとね、ここまでにしたいと思います。本当に突然の発表であったので申し訳なかったんですけど、本当にね、この11年間ありがとうございました。感謝しております。で、一応サブチャンネルの方はですね、まだ引退はしないので、あくまで鉄道模型とこのメインチャンネルはやめるんですけど、サブチャンネルの方だけはちょっとね、残そうかな、残そうというか、別にこのチャンネルも消すわけじゃないんだけど、ないんですけども、サブチャンネルの方はたまに動画が上がるかなと思うので、まあ、正直もうね、鉄道模型の動画とか一切ないと思うので、もう今見てくださってる方からしたらあんまり面白くないと思うんですけど、もしね気になったらサブチャンネルのところに遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、一応模型はやめるんですけど、サックスの方はですね、ちょっと続けていこうかなと思っておりますので、もしかしたらそのサックスの動画なんかはサブチャンネルの方であげようかなと思います。ということで、本当に突然で申し訳ないですけど、本当に今までありがとうございました。それでは、さよなら。